失礼いたします。今、たくさんのお坊さんを見ていただきました。東京ビッグサイトにいるお坊さんたちですが、東京ビッグ僧侶、ちょっとくだらない感じで失礼いたしました。こんにちは。我々は、全日本仏教青年会といいまして、伝統仏教の、日本中の、若い青年僧侶も、皆さんで、集まっている会でございます。今、この方の宗派の法要を皆様方に披露させていただきました。金峰山さん、また真言宗さん、また浄土宗さん、曹洞宗さん、そして私は日蓮宗なんですけども、日蓮宗の僧侶としてやらせていただきました。実際各宗はおのおの違うけれども、一緒にやるっていうことも、珍しいと思われる方がいるかもしれませんが、そういうことではなく、お互いを尊重し合った関係性で成り立っております。よく世間でも相手の大切にしているものや、また個性をですね、場合においてはないがしろにしようと思うというのも、成立の人間関係の中であると思うんですよ。しかしこういう伝統仏教も、そういった中でお互いを尊重し合って、こう席を協力し合いながら出てるということで、皆さんに何かを感じていただきたいと。それは何かというと、まさに平和の和合の精神を皆様に、見せたいという思いでね、やらせていただきました。また皆おのおのの個性のある、衣をね、着てこうね、やらせていただくというのも、まさに、このデザインベスト様が、東京ビッグサイト様が我々を理解していただいて、それで受け入れていただいて、そしてまたこの前に一緒にやらせていただいてます舞踊工場さんと非常に仲良くさせていただいているもんですから、今日のこういう、形がね、一つできたんではないかというふうに、思います。まだ喋ってて大丈夫ですか？